ああ、濡れちまってるじゃないか。帰ったらさっさと風呂に入りなくたってね。お母さんみたいやね、ハンナちゃん。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナとオンチックは2020年6月26日金曜日の午後4時46分です。今日は特にお知らせはありません。それにしても今週もあっという間に過ぎた気がします。皆さんも1週間お疲れ様でした。良い週末をお過ごしくださいね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。もしもし、こちら団地商店のつぶきちです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金26,980ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。最近雨ばっかりで全然なんか稼げんねえけどもうあれか、虫じゃなくて魚に頼った方がいいのか。アイナ様、いつもタヌキマイレージプログラム並びにタヌポートをご利用いただき誠にありがとうございます。あ、そういうそういう、あのね、スマホのリメイクのやつを買ったんよね。スンドラさん、アイナさんどうしましょう。あなたに伝えたいことがあってメッセージカードを書いてるの。でも困っちゃったわ。飛行場に着くまでに伝えたかったこと忘れちゃったのよ。もう私ったらダメよね、忘れっぽいスンドラより。飛行場に、何、どこかに旅立つの？そういうことじゃなくて。はい、スマホケースリメイクキット、うん、シャンティシャンティ。あら、皆さん、立場世間話でも。雨の音ってヒーリング効果あるらしいわ。さっきから眠いのはきっとそのせいね、立場。あ、確かに聞いたことあるかも。ちょっとシャンティにさ、あのパンダの傘を渡したいっていう。この傘めっちゃ気に入っとんやけどさ、使ってないけど。ごきげんよう、アイナさん。雨に濡れた花ってどこか情緒があると思わない？だってば。これいらない？あら、私に？だってば。はい、このパンダの傘を、どうぞ。まあ、これは、パンダの傘じゃない。ありがとう、アイナさん。素敵なデザインの傘ね。今度使わせてもらうわ、だってば。そうね、お返しと言っちゃなんだけど、ポリネシアンのアロハをあげるわ。受け取ってちょうだい、だってば。ポリネシアンのアロハ、なんだそれは。てか、雨降ってんだからさ、今度じゃなくて今使えよ。こんな感じ。派手。超派手。まあ、とりあえずこっちに戻しとこうっと。うん、こっちの方がよき。あ、そして今日はとったけきの日ね。いや、元気かい、アイナくん。話しに来たよ。テンはこの僕を水もしたるいいライオンにしたいってことかな。なんてね、まさしく。お、シャンティがやってきた。お、さっきやってるか、心。おしゃべりしよう。雨でも槍でもどんとこいだ。おいらの筋肉への情熱はこんな雨じゃ消せないぞ、心。みんなあれか、帽子お揃いやね、二人。おーす、アイナ、元気してる？だってね。お話ししよう。アイダホのは色違いかな。ああ、濡れちまってるじゃないか。帰ったらさっさと風呂に入りな、だってね。お母さんみたいやね、ハンナちゃん。なんか雨の日って異常にバッタが多いな。なんでなんだろうか。株価をね、見てこようかと。もう今日と明日しかないけんね。そして化石も売りさばいて。どうも。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店へようこそ。ようこそ。どうも。アイナさん、いらっしゃいませ。ませ。今日はどうなさいましたか？今日の株価は。ただいまの株価は、安っ。ってことはもう明日しかない。もしかしたら昨日売っとけばよかったっていうことになるかもしれね。買い取りでございますね。では、お売りいただけるものをお見せくださいませ。ませ。はい、とりあえず、もうポリネシアンのアロハも売ってしまおう。うん、こんな感じで。いろいろお持ちくださったんですね。では計算しますと。はい、では合計6240ベルトのお買い取りでいかがでしょうか。売っちゃいます。ありがとうございました。マスター、またいつでも気軽にご利用くださいませ。ませ。あれよね。一番最初に
株買った時が101ベルやったはずやけん。うわぁ。昨日140とかそんなんやったよね。ああ、売っておけばよかった。っていうことになりそうだわ。あ、そしてちょっとスマホケースのマイデザインを。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。どうもどうも。マイデザインショーケースへようこそ。インターネットにアクセスしますか？します。マイデザインショーケースへようこそ。ってことで作品 ID を。はい、ってことでこれね、アイロン猫スマホ。かわいい。かわいい。いいね。保存します。はい、保存先。オッケー。で、これを、スマホケースリメイクキットで使うと。え、こんなん絶対可愛いやん。お邪魔しました。大きに、またどうぞ。リメイク、リメイク。みんなマイルダーうまいなぁ。ね。絶対できない気がする。え、あれかな ?3DS の時より難しくなったんかな。リメイクする。ってことで、スマホケースリメイクキットを。で、マイデザイン。ここに。あ、かわいい！いいね、アイラネコスマホ。めっちゃいいやん。リメイクする。さあ、これで。おー、スマホケースリメイクキットのリメイクができた。いいね、これで。ほらほら、アイナ猫スマホの完成。かわいい。よし、そして、メッセージボトル。DIY 好きなお前、筋トレしてると DIY のアイディアがひらめくことがあるんだ。やっぱりオイラって天才かもね。オイラの秘密のレシピだけど、今回は特別に教えてやるよ。騙されてたと思って作ってみてくれ。意外と器用な XL より、増加 XL。砂浜の床あれじゃない？あの、貝殻レシピのやつで使うやつやない。腰の砂浜の床かないか。腰やったっけ？なんかそんな感じの、なんか土台に必要じゃなかった？ DIY で。砂浜の床。なんか一個だけね、あと一個だけ作れてないやつがあって、それが、今のレシピが必要なやつやった気が、ちょっと待って。持ってないのが、どれや。あ、これ作ってないやつやない。石とシャコガイ。腰の砂浜の床、多分これの土台になるやつじゃない？砂浜の床を作らんといかん。ちょっと待って。ふぅ、やったね。やっとゲットしたやん。砂浜の床。なんかいっぱい貝殻が必要っぽい。待って、貝殻かき集めてこよーっと。あ、サメやん。動画の中では初じゃない？え、違うっけ？え、初やと思うんやけど。動画外ではね、ポコポコ釣り寄るけど。でも、最近あんま出てないけんさ、動画外でも。久々かな？おいで。来い来い来い。早い。かっこいい。おーい。びっくりする。ぎょえー、ジンベエザメを釣り上げちゃった。でっかい。なんかさ、こう、一通り一回はね、ほぼサメ釣り上げとんやけどさ、やっぱり何回釣り上げてもびっくりするね。あのサイズ感。どうも、アンチョビ。やあ、こんにちはです。おしゃべりしよう。君は今から何をするつもりなの？僕もこっそり真似しちゃおうかな、です。まあまあ、真似するのは全然良きだけども。なんかこういうさ、池でデカめの魚影の時もちょっと気になるんよね。めっちゃゆっくり近づいてる。おお、これはガー？ガーを釣り上げた。口が長い。
ガーも高めに売れたんじゃなかったっけな。ちょっと一瞬釣り上げた時びっくりしたけど、石と何がいるんやっけ、あの貝殻のベッドかなんかの方、とりあえずちょっと砂浜の床はまだできそうにない。サンゴ超あるなあの骨がいい、シャコがいい、宝貝が必要なんやね。で、こっちの、あと、貝殻のベッド。シャコ貝がない。作れねえ。石は多分、あの収納箱の中にあるけん。ちょっとあの、みぞれちゃんのポスターを買ってきておくか。あの、この間、みぞれちゃんのポスターが買いたいけん、みぞれちゃん呼び出すってしよったけどさ、あの、ポスター買うために、呼び出す場所ってここじゃなくって、ファニーさんの島やったね。やけん、あの後、道具街でね、あの、ファニーさんの島に、呼び出したんよ、みぞれちゃんを。やけん、これで買えるはず。たぬきショッピング。あれ？お、住人たちの写真も買えるようになっとる。あ、そっか、一回私お呼び出ししたんかな。アイダホ。なんかいいね。テキサスって感じ、ちょっと。で、アンチョビ。これ、後ろなんて書いとんやろ。なんか文字書いてない？よくわからんけど。そして、シャンティー。シャンティーはなんか、後ろに山がそびえとんかな。そして、ツンドラさん、おしゃれおしゃれ。なんかミックスウッドの壁かなんかかな、後ろ。そしてハンナちゃん。おー、すごい。鎖とドクロ？かっこいい。一瞬雷かと思った。で、マミーさん。お、爽やかやね。草原におるって感じ。あ、で、これみぞれちゃん。みぞれちゃんもなんかシンプルやね。後ろ水玉ドット。そしてマニ、おー、おしゃれ。おしゃれだな、夕焼け。生えてるな。そしてルーシー。これもまあ、家の壁の前って感じやね。自宅ではなさそうやけど。ちょ、みんなのポスターを買っていくわ。なんかポスターにもさ、個性が出とって面白いね。なんか室内で撮っとる子と、外の、自然の中で撮っとる子と、あ、もうこれ以上買えなかった。ってことは、この後は、ツンドラさんから上って思っとこ。よし、オッケー。ご利用になりたいサービスをお選びください。さて、ことって、あと、あ、そっか、あとはもう買えんのよね。ことは、マイルの方は？柵も全部出たんかな？素朴な木製持っとるね。石壁も持っとるね。ちょっとこの辺の買っておこっか。河川工事ライセンス。河川工事ライセンスはスマホアプリ、島クリエイター用の追加の工事ライセンスでございます。6000マイルになりますが、交換いたしますか？します。交換を受け付けました。ただいまよりデータを送信するため、お客様のスマホを端末に近づけてください。この辺のって、あれかな。あの、たぬきマイレージプラスのやつは何もなかったんかな。島クリエイターで新たに河川工事ができるようになった。まあ、私、なるべく島の形とか変えんようにとは思いよるけど、でもこの辺のためにどこかしら一箇所削るとかは、ありなような。あ、なんかまだ出てない部分があるんやね。まあ、次回どこかしら一箇所削ってみようかな。とりあえずなんか住人たちのポスターが見れたのめちゃくちゃ満足なんやけど。おう、ルーシー。アイナさん。ふふ、奇遇ですね、ヒョ。世間話でも。いいものありました？私はもうちょっといろいろ見ようと思いますよ。いや、一応私ね、あの、サメたちを売りに来たの。買い取って。買い取りでございますね。では、お降りいただけるものをお持ちくださいませ。ませ。ってことで、とりあえず貝殻は置いとくとして、ジンベエザメとガオ。
いろいろ持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計1万9000ベルの買い取りでいかがでしょうか。売っちゃいます。いやーいいね。たった2匹で1万9000ベルも。ありがとうございました。マスター。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませ。いい感じだわ。ありがとうございました。ルーシーがめちゃくちゃ、バッタの、なんていうあれ、模型というか、あの壁掛けのやつ見よったけど、あんなのを家に飾られたら気持ち悪いから絶対買ってあげない。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかとりあえずまだタヌキマイレージプラスのやつ開いてないところがあったけん、そこが何の項目なんかがわからんけん、ちょっと気になるね。やったことないことやっていこう。